こんな感じです。こっち側です。これは何ですか？鹿室です。はい、深さは3メーター30か40ぐらいです。輸入された青いバナナをエチレンガスというので2日間ぐらい温度を高めにして温度を管理して出荷します。で、鹿室で加工したバナナの味はどうですか？まあ、人によってはなんか甘いとか美味しいとか言われることもあります。まあ、父が頑張ってたのを見て続けたい、この商売を続けたいと思ったんで自分が後を継いだって感じですね。